にちは。今日はどうされました？何しんみりしてるじゃん。悲しいことがある。そりゃそうでしょ、お別れの日だからね。お別れの日、5年間乗ったホンダオデッセイと本日お別れします。ゴーゴー、ちょっと泣いて。そして本日新しい車をもらえます。あ、黒 MGX まだ言わない。まあ言ったところで日本の人たちはどんな車だろうって感じかな。日本に売ってないからね。そう、日本未発売のホンダの車です。ホンダ K です。ホンダがやってるアキラっていう海外でしか売ってない。アキラの MGX。 そう、車ですね。 MGX とりあえずマミテックス X だそうです。MDX はね、そんなことだ。 MDX をお迎えする前に、はい、ホンダオデッセイにお別れしないといけない。まあそろそろ5年間お世話になって。いいよ、もうちょっとね、古くないよ。コロナもあってあんまり走ってないんだよ実はね。ちょっとじゃあ車に行きましょうか。これですね、5年間お世話になった車です。何やってんのって。感謝の気持ちを、感謝の気持ちをください。何やってんの。ちょっとこの車今から売るからね。ダメだよ、やめて。売るからさ、やめて。やめて。ちょっとさ、中にあるものを全部回収しなきゃいけないのよ。ここは特に何もないね。トランクは？トランク、あ、あるじゃん、ほら。ある。傘とかさ、ボールでしょ？ジャンプスターター、それはいるいるいる。じゃあこの辺はちょっとガレージに持ってっちゃいます。うん、うわこの辺さ、ふやん、ほら、DVD がいっぱい出てきた。メリーポピンズは、いいよ。じゃあ、メリーポピンズ、やばくない？5年の歴史を感じるでしょ、これ。これ、かおちゃんが見てたやつよ。これも、やっばドラゴンガール、これ、昔の兄や。兄、あー見て、ハイスクールミュージカル。あ、これめっちゃいいので、みんなにおすすめです。メリーポピンズ、まあみんな見てると思う。あ、これはめっちゃいいです、めっちゃおすすめです。いや、もう入ってないよ。空っぽじゃないじゃん、ほら。何これ。これ何よ、何それ。やめるぞ、とりあえず入れます。何やってんの、頭。誰誰ここ、うん、スポンジバーグ、アラジン、アラバーキン、これママの化粧道具が。ディスカスティング。さあ、お別れしました？いやー、ちょっとお別れして。お別れ、お別れ、うまいキャン。いや、5年間本当お世話になったよね。ありがとう。さあ、じゃあ新しい車もらいに行きましょうか。行きましょうか。よし、もらい。さあ、車を買いに行きます、はい、今回選んだ車はホンダアキュラの MDX という車ですね。アキュラは日本に売ってないホンダのラグジュアリーブランドでございます。アキュラがね、日本に来るみたいな話いつもあるんだけど、結局来ないみたいな。ホンダって日本なのに。そうだよ、日本の会社なのに未発売なんだよ。一応そういうことになります。なんでこの車を選んだかと言いますと、まず7人乗り、誰かが来た時に乗せられる。そう、あとやっぱ可能性が大きくなって、お友達一緒にとか連れて行きたいとかっていう時にみんな乗れるように。もう大きくなってるよ。そうですね。で、7人乗りにすると結構選択肢はいっぱいあるんだけど、ベンツにしようかとか、BM にしようかとか、ママが大学生の頃乗りたいって言ってたレンジローバーにしようかとか、いろいろあったんですけど、最後はリセールバリューで決めました。売る中古で売る時の価値の落ち具合、やっぱり日本車が安定してるんですよね。まあ要は高く売れるかっていう話だけよ、乗った後も。そう、あとやっぱ壊れる車は修理出しに行くのがめんどくさいなって。時間がね、北米でリセールバリューが一番高い車がレクサス。やはりトヨタ、すごい。トヨタも見に行ったんだけど、
トヨタは納車までに8ヶ月ぐらいかかるって言われちゃったんだよね。長い。そう。ちなみに8ヶ月はマシな方で、人気の車によっては1年半待ちとかって言われて。なので北米リセールバリュー第2位のアキュラにすることにしました。はい。いやー。いいですか？やめるんだったら今ですよ。いや。ね。いや今ならまだやめられます。どうした？ちなみにこのホンダオデッセイのリセールバリューはすごかったんだよね。いやすごいよく売れたよ。いくらで買ったっけ？カナダドルで言うと60K ぐらい。60K で買って5年間乗って 44K で売ったんだよね今回。そうなの。やっぱオデッセイは欲しいっていう人がやっぱいるんだろうね。仕事でかいし。そんなわけでいろいろベラベラ語りましたが、はい、今からアキラに向かいます。行きましょう。最後事故んないようにしないといけない。そうだよ、これ事故ったら売れないからね。さあアキラに到着しましたよ、はい、さあみんなこの車最後お別れして。パパすいません。誰YouTube に載せちゃうよ。誰ちょっとこれさ売るのに。これパパハート作ったじゃん。ハートクロダスホイパパはオッケーになったら出てきてください。オッケー閉めちゃった。じゃあバイバイ。ママたちは新しい車に行くよ。さようなら、カホセ。あなたたちはこの車に置いていきます。ノー。アキューラーって書いてありますけど、ホンダですから。アキューラーって書いてありますけど、ホンダですから。セイは何やってんの？さあ、行きましょう。ディ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 。カホちゃん、これがいいの？この車なの。ペーパーワークをしてますよ。書類をね、いろいろね、カホセイは待ちで。L6A4。おお。It might just be let's go to the car. さあ、車にいよいよレッツゴーです。指定鍵。指定だ。They wanna have one each。ドキドキ。ちょっと緊張しない？え、全然緊張しない？みんな。しない。するよ。しないよ。You're gonna press that button. Okay, go through, walk past the white car, and you'll see it on your right side. Okay?Press the button. No. 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 No.さあ、なんか車について説明してくれるみたいなんで、ママも一緒に乗ります。Okay, so get your seat set up. あ、ドライバイングテスト。さあ、いよいよ車をゲットしたんで、この子とお別れ、バイバイしないと。さようなら。悲しいね。バイバイ。カホちゃんはお別れしてるよ。もうセイは新しい車に夢中。我が家の車バイバイってさよならしちゃった。さあ、じゃあ新車に乗ってどこにしますか今から。いや、家に帰りましょうよ。いや、そんなね、危険なドライバーね。危険なドライバーぶつかる。まずは慣れてる家まで。オッケー、じゃあ車にみんなで乗りますか。うー、新車の匂いがする。え、母ちゃんが運転する。なんか言ってる。よし、じゃあ運転して。おい、変わるぞ。え、スタート。ノー。
まだ免許持ってませんからね。あなた免許持ってないでしょ。じゃあ行きます。いやこれ緊張するな。絶対事故んないだよ。曲がるときそんな車とかにぶつけないでよ。いや結構怖いよ、ね、このシートとあれがもう勝手にアジャストされる。俺の設定、うん、ドア開けると広がるわでしょ。広がる、出やすいよ。で閉めてエンジンを部下と一緒にの悲しくエンジン。うおーい、おー、タキ誰がこれ外すの。あたし。いや、外さないよ、それ。なんで、ダサいじゃん。やめてー。ばあちゃんが外します。おやってんだよ。そしてね、ちなみにここがサンルーフになってて、これさっき開けちゃったんだけど、ね、これ暗いでしょ今。暗い、ね、今暗いでしょ。ここをこうやって、あれ、え、うわー、あでもラーマー、日本はもうサンルーフ流行ってないらしいんだ。あ、そう、海外は結構流行ってるよね、サンルーフ。じゃあ開けるんだ。めっちゃ外、ね、外だな。よし、じゃあ行こうか。シートベルト皆さん、使ってください。はい、シートベルト皆さん。申してまーす。パパがどんな風に運転するか分かりませんよ。じゃあ行っていいですか。はい。いよいよ。行きましょう。ゴーゴー。うわー、ちょっと緊張するな。好きでしょ。怖え。いやー、世界。怖え、なんかデビュー。何のデビュー？デビュー。何のデビュー？世界デビュー。これ。これね、うん。めっちゃ滑らか。あ、そうなの。ああ。スポーツモードにしてよ。ちょっと。待って、やめて。パドルプラスして。じゃあ何してやめ。ないな。そんな余裕ないからさ。え？なんでここも赤くなってるよ、スポーツモードだから。あ、本当だ。ここの横が赤くなる。わお。運転席の快適さが全く違う。まずシートがもうすごい柔らかいし、コックピットに座ってるみたい。パパが語りますよ。あ、本人は座り心地どう？うん。なんかこの加速が。何？何か語ってた？ごめん。加速が全然違う、スムーズ。うー、これはやばっ。ヒートされてる。あ、ヒートされてる？ヒートしてる。大丈夫。熱くない？そんな熱くないやん。ここがでかくなったんじゃない？前回。でも前回は3個これが。あー、そっか。これはめっちゃいい。私もやってみよう。ヒート。父ちゃんもヒートをつけます。冬はいいね、ヒーティッドシートね。このパドルシフトをちょっと待って。何やってんの。うるさいの分かる。踏んだとしても。え、どれ。なんかバーバーってなってるよこれ。どうですか新車。 Moments later。 はい、家に到着です。どうでした。いや、最高のドライブですね。めっちゃいいですね。口の方がバター。エンジンつけてさ、あれ見てみたい、画面に乗ってるやつ。え、かけてみ。ブレーキを踏むの。あれ、うん、で、そのボタンを押す。あー、寒い、寒い、寒い。あ、あった。何キロメートルって書いてあるよ。反射速度。かっこいい。かっこいいな。かっこいいよ。やっぱ黒でよかったんじゃん。よかった。うん。このさ、ステップがさ、
さ、何無駄に面白い。あるそう。ママができる。え、やめて。え、やめて。これがね、すごいの。見てて。これ押すじゃん。で、いる間はつまんないんだけど、みんな出て。は？おお。で、いなくなる。いる間は閉まんない。子供でも？うん。ミミがいなくなったらどうなる？あらおあらおあらおいなちゃんか。当たれた。ここ自体認定だよ。すごい。だって、もしかしたら押した後に出て入ったら違うの。あー、そうだ。ミミのベイラ実験するの。よっ、入ってて。やっ、ダメじゃん。いくよ。ついて、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 入って、入って、入って。あの実験。まあ、というわけで、本日新車納品しました。